t ポイント、t ポイント、t ポイントは、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、以下、CCC が展開する、ポイントサービスである。また、同社の子会社として、株式会社 t ポイントジャパン、t ポイントジャパンと、株式会社 t ポイントがあり、前者は同サービスの運営を行う、企業、後者は同サービスに伴う預かり金を管理する企業である。1枚のポイントカード。 t カードで各提携先でのポイントの貯蓄、利用できるサービス。また、t カードを提示して購入した個人情報をデータベース化し商品開発等のために提携先に販売すること。2014年11月1日より利用状況を拒否の設定を改めてしない限りな条件に自動的に許可をすることになる規約変更が行われた。 ビデオのレンタル履歴からネット通販の購入履歴まで様々な情報を提携先に販売している。サービス開始当初はツタヤのレンタル会員証を提携先で提示するとツタヤで利用できる T ポイントが付与されるサービスだったが現在では提携先においても従来のポイントサービスを T イントに完全移行して提携先同士でポイントの共通化を行っているところもある。 カルチュア・コンビニエンス・クラブのマスダ・ムネアキは T ポイントの名称の由来についてよく T ポイントはスタヤから来ていると言われるがそうではない。T ポイントの T はデザインが T は綺麗、それで T がいいんじゃないかと直感で決めたと説明した。T ポイントは提携先によってポイント付与率、ポイント還元率が違うがほとんどの提携先が 支払額100円か200円につき1ポイント付与、1ポイント使用につき1円還元である。ポイントの有効期限は、ポイントの変動があった日、ポイントが貯まったり、ポイントを使用した日から1年間となっている。T カード共通サービス非加盟店など、一部店舗で発行されている T カードには T ポイントが付与できない。ただし、 お財布携帯に対応している携帯電話、スマートフォンに楽天エディをインストールし、エディでポイント設定で T ポイントが貯まるように設定している場合、T カード共通サービス非加盟店で、なおかつ楽天エディを導入している店舗において、お財布携帯の楽天エディで支払った場合、T ポイントが付与される。2012年5月10日、T ポイントを利用する。 会員数が4000万人を突破したことが発表された。なお、ライバルの共通ポイントポンタが先に2012年2月5日に会員数4000万人を突破したことが発表された。ただし T ポイント会員数の公式発表は T カードを複数枚持っている人を名寄せし重複を除いている。新会社の設立、事業移管は ヤフージャパンとの戦略的包括提携に基づくものであった。すでに2010年から始めていた提携関係を包括的なものとし、両者の強みとなる部分に事業資源を集約する狙いがあった。そして2013年6月4日に両者が記者発表し、7月1日付でヤフージャパン独自のポイントを T ポイントに移行させる代わりに、 t ポイントのウェブサービスにおける ID を Yahoo Japan の ID に移行させることになった。また両者が強みとする分野を生かし t ポイントの利用を広げることも目指す。カード発行元により会員番号の上4桁が変わってくる t カードは入会入手当日より他店での物販利用は可能だが入会後数時間は他店では利用できない場合がある。提携先によっては カード発行時に申し込み用紙の記入が必要になる場合と申し込み時にカードをその場で発行し後で情報の登録が必要になる場合があり後者の場合は情報登録が完了しないとポイン加算以外の機能が制限される a タヤ以外の一部提携店舗ではレンタルクレジット機能がない T カードのみ発行となるためレンタルをつける場合は a タヤ店舗へおもき カードとレンタル機能がある T カードを発行するに必要なものを持参する必要がある印のついた提携先の店頭で発行されるカードは発行店での個人情報の記入は行わずネット上で会員登録をする形となるこれらの提携企業で発行した T カードも他の T カードと同様カード有効期限の1年以内に利用があれば 有効期限は延長されるため、提携終了後も、発行元以外での利用は可能である。発行元がトリーを終了している場合は、発行元では使用できないが他社では使用できる T カードとなる。1ポイントイコール1円として T ポイントを提携先にしている実店舗やヤフーショッピングをはじめとするネットショッピング、ローコ、ギャオなど、ヤフー関連などで、 使用可能。ヤフー簡単決済の振込の代金も同じように使用できる。T サイトで雑貨の交換や T ポイントを使って抽選に参加できる。T カードから退会する場合は CCC の公式サイトに記載されている解約申請書を印刷し本人確認書類を同封して簡易書き留め郵便で送付する必要がある。ウェブ上から t サイト会員の解約をしても t ポイント全体の解約とはならない。t カードの有効期限は登録日より1年間 t ポイントの有効期限は最終利用日から1年間 t マネーの有効期限は最終利用日から10年間となっている。なお t ポイントが失効してからさらに1年を経過するとカード自体の有効期限が切れてポイントを貯めることができなくなる。 100ポイントイコール85円でジャパンネット銀行を通じて現金にできる。ただし、現金化するには様々な条件がある。CCC が公開する T 会員規約では、下記の個人情報を取得、保有することを記載している。クレジット機能付き会員証の場合は、カード有効期限が会員証有効期限となり期限、到来前に更新カードが送られてくるが、 カードの利用実績により、更新カードが届かない場合がある。従来であれば、1年ごとに更新手続きを行わなければならない、会員証が自動的に更新される会員証となっており、その際の商品や保証料などの費用もかからない。なお、レンタル機能は、レンタル券で発行される会員番号の付与されたカードのみであり、その他のカードの場合は、 レンタル契約を改めて結ぶ必要がある。さらに、スタや店舗内外での利用に関わらず、このカードでの支払いに対するポイントが、T ポイント、還元率は、上期となり、スタや等で使用できる。なお、クレジット機能付き T カードはいかに、記載のカード以外にも多数発行されているので、現存するクレジットカードについては、T サイトを参照のこと、大きく分けて、 アプラス版、オリコ版、ポケットカード版の3種類、クレジットカード会社のものが存在。スタやバンは、スタや店舗、フランチャイズ会社により提携しているカードが異なる、アプラスと契約している店舗では、ポケットカード版は作成できない。アプラス版とオリコ版には、スタやバン以外も存在する。いずれのカードも、青色と白色の二種類のカードが選べ、スタやレンタル更新料無料や、 誕生実月レンタル半額などのツタヤのサービスは同じである。また、初年度無料。2年目以降年会費税抜き500円であるが、年会費免除条件や、特典などは各カード会社ごとに異なる。また、理面の色が全て異なる。ツタヤ版以外にも、最も多くの提携先を有しているカードがある。以下アプラス版、ライトブルーを参照。アプラス発行。 申し込み時20から25歳で、スタや発行の T カード所有者及び新規入会者が、ウェブのみで入会可能。年会費は5年間無料。最初の更新で T カードプラス、アプラス版に切り替えられ、以降のサービスは T カードプラス、アプラス版に準じる。JCB ブランドのみ、T カードプラスフォト、スタやオンラインにあるオリコが発行する、クレジットカード。 ペットの写真をクレジットカードのデザインにできる写真の内容によっては受付できない場合がある。2011年9月30日に T サイトに案内が掲載され、10月1日よりツタ a 店頭のみで申し込み受付開始、申し込み受付店舗は一部店舗のみとなる。ツタ a 発行の T カード所有者を呼び、新規入会社が申し込み可能。年会費は初年度無料。 二年目以降年会費2100円。なお、現在 W カード、T カードプラス会員は一旦解約した上で新規に申し込みをなくてはならず、解約カードのポイントも新カードへ移行できない。JCB ブランドのみ、ポケットカード株式会社が2007年11月20日より発行しているクレジットカードで T カード機能を付与した者、高校生を含む18歳未満。 もしくはクレジット審査が必要のないクレジット機能なの、ポイントカード及びデビットカードもある。これにより、ファミマカードの発行を廃止した。ファミマカードと比較すると、ファミマ T カードは、クレジットポイントが半減し、IC チップがなくなった代わりに、ポイントの引き落としの煩わしさがなくなった。ファミマ T カードの特有機能としては、ファミリーマートでのカードの日、毎週火曜日、 土曜日にクレジット払いであるとクレジットポイントが3倍、今お得ラベルがついた商品が会員価格で買えるなどがあることである。ただし、2010年3月2日より、特典内容が変わり、カードの日、毎週火曜日、土曜日が T ポイント2倍デーとなり、上記のカードの日会員割引とクレジット払い同期のポイント3倍は廃止され、通常時きたまる。 t ポイント、100円で1ポイントが2倍、100円で2ポイント、貯まるようになる、今お得ラベルがついた商品が、会員価格で買える特典はそのまま継続される。通称 W カード。ツタや会員証にクレジットカードを付加したもの。かつては、JAX や GC との提携カードが発行されていたが、2010年8月時点では、アプラス及びファミマクレジット現在は、 ポケットカードと提携し、JCB ブランドのカードを発行していた。カードの年会費等は、永年無料である。ツタヤ発行の T カードプラスの受付開始に伴い、2010年9月27日、店頭では8月末をもって、下記の2社ともに入会受付を終了した。発行済みの W カードは引き続き利用でき、2011年以降に期限を迎えるアプラス発行の、 W カード会員は、更新時に T カードプラスが発行される。なお、現行のアプラス発行の W カード会員は、T カードプラス発行から5年間は、年会費が無料になることがあり、該当する会員は書面による通知がされているが、電話でも問い合わせが可能である。2007年末までは、スタヤでのレンタル料金をこのカードで支払うことにより、 取引金額から10%割引で請求された。これらの特典を備えたカードに2006年12月末時点で約408万人が入会しており、2006年だけでも約100万人もの新規会員を獲得している CCC 発表による。これはアプラスの会員数の半数以上を占めている。アプラスのクレジットカード有効会員数は2006年9月時点で、 約万人である。なお、これまで発行されていた W カードは、ツタヤで発行されていたためレンタル機能が付与されて、いたが、ツタヤスミヤで発行されている W カードは、レンタル機能が付与されていない。レンタル利用するには、レンタル t s u のツタヤ店舗で、本人確認書類を持参の上、申請用紙に記入して申し込むかツタヤの、ホームページから、 ウェブ申し込みをする必要がある。2008年4月にウェブページが開設された。これにより、ファミマクレジットからは、2種類のクレジット機能 T カードが発行されていることになる。a y や W カード、ファミマクレジットにて、ウェブにて、カード発行手続きができるようになっていたが、ファミマ T カード所有者は登録できなかった。T ポイントは、様々な分野、 業種と提携している。以下は、その一部。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。